合進学セミナーで算数を担当しています前田と申します。今回はですね、結構子どもさん悩まれる子多い、そして質問もねよく持ってきてもらうんですが、N 進法っていうね、単元について少しお話をしたいと思います。普段ですね、僕たち我々が使っているのはこの十進法と呼ばれるものです。十進法って何でしょうねって言ったら、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、全部でこれね10種類の、数字があるんですけども、これらの数字を組み合わせて使って全ての数を表そうっていう、方法です。これをね10進法と言います。この10進法のね、10と10種類の10、ここが一緒なんですけども、そもそもなんで10進法を普段使ってるんでしょうね。こんなにたくさんの種類の数字使ったら逆にややこしいと思いませんか。なんなら5種類ぐらいで、何か数字がね決まれば、これの半分ぐらいの単純な、数字の表し方になるんじゃないかと思うんですけど、なんでこんなに10個もの数を使って、数字を表すんでしょうね。普段もうこれでね慣れてしまっているので、そういうことすらなかなか発想に出てこないかもしれないんですけれども、なんでだと思いますか。これはですね、一説によると人間の手の指がね10本あるからと言われています。どういうことかというと、何かね物を数えるとき 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、この次困りますよね。だから昔の人はじゃあどうしようか、じゃあ10の塊を作ってっていうふうに、そこで、10の位っていうのが現れたんですね。で同じように、じゃあ10の位がまた10個たまったら次数えられないなということで、じゃあ100という数を作ろうというふうに、どんどんこうやってね桁数が1の位、10の位、100の位、1000の位、1万の位というふうに、桁が増えていったと言われています。なので普段ね、10進法のなんで10なのっていうのは、人間の手が10本、指が10本あるからというふうに、言われています。はい、そこでですね、例えばこの231という数なんですけれども、100の位が2で10の位が3で1の位がね、1なんですけど、この231って何って言われたら答えられる人いますか。231は231だろうってね、そういう答えはちょっと置いといて、これを説明できますかっていうね、ところなんです。これね、私は、子供の、生徒さんの質問を受けるときにまず同じような話をいつもするんですけれども、この231の2というのは100の位ですよね。これ100の位の2っていうのは、小学校のねちょっと低学年の時の授業を思い出してください。こんなことやりませんでしたか。100の位っていうのはこの100の塊が2つあるんですよということですね。100の塊が2つあるから100の位が200なんです。で、10の位の3はっていうと、10ですね、10の塊が3つあるということですね。だから、30なんです、これ。で、1の位の1は、これは1ですよね。というふうに、100が2つと、10が3つと、で、1が1つと。そういうふうに、表すことができるんですね。だから231って、何っていう先ほどの答えは、100の塊が2つと、10の塊が3つと、1が1つということですね。というふうに、式を表すというふうに、することができます。小学校のね、高学年になってくると、このあたりの、知識をついた問題も出てきます。桁ばらしとかね、そういう問題も出てくるんですけれども、こういう仕組みになっているということを、知っておいてください。